おはようございます。タリーマーミです。今日はね、なんか Vlog みたいな感じで撮っていこうかなと思うんですけど、今日の予定は友達がちょっと怪我しちゃってお家から動けないってことみたいなので、ちょっとお家にお見舞いに行って元気づけに行こうかなと思っています。なので今からメイクするんですけど、今日はちょっとまだメイク前から撮ってるんですけど、見せたいものがあって、というかちょっとこうメイクの工程も撮っていこうかなと思います。はい、紹介したいのがこちら。これは下地です。なんかこの見た目に一目惚れしちゃって、なんか超可愛いじゃん。色のパステルカラーのプツプツがいっぱい入ってて、なんか見た目も可愛いし、調べたらすごいなんかツヤが出るって書いてあって、私ツヤ系メイクが好きだから買ってみようと思って買ってみたんだけど、これすごいのがね、こう粒なんだけど、こうやって出すとね、ほら粒が潰れてこういう感じで出てくる。サラーって結構みずみずしい感じです。これをこうやってつけていくとすごいね、光るの。なんていうの、なんていうんだろう、光る、肌が光り始める。この間さ、メイク動画撮った時さ、こっち側もさ、鏡になってるやつでさ、めっちゃこっち側映っててさ、私は別にいいかなとか思ってたけどさ、なんかそっち気になるっていうコメントがあったから鏡変えた。これはオオカミちゃんのグッズかな、前にもらったやつ使ってます。感じで変わったかな、わかるかな、あんまりわかんないか、これだけじゃ。もうすごいね、こう光り輝くんですよ、光ってくの。でね、じゃん、これは何でしょう。またヒンスなんだけど、実は数日前に韓国から届きまして、なんだろう、動画見てくださったのかな、わかんないんだけど、海外便のやつで事務所に届いてて、え？って思って開けたら、まさかの、これは、あ、今初めて、開けたのも初めてなんだけど、かわいい、じゃん。ファンデーションでーす。かわいい。このデザイン最高。だし、この間の動画では、試供品を塗ったんだけど、それのちゃんとしたバージョンをいただきました。ありがとうございます。でね、これ見たら、この間は22番を使ってたの。いただいたのはね、23番で、私がこの間使ったのより、もう一段階ちょっと暗いやつかも、かなって思うんだけど、あの時もちょっと白いかなと思ってたから、23でもちょうどいいかもと思って、今初めて使うからわかんないんだけどね。お、すごい！これ開けたらこんな感じ。チュン！このブラシもセットでいただいたので、多分これでファンデーションを塗ってくださいってことだと思うんだけど、私はブラシでファンデーション塗ったことなくて、ちょっとね、どんな感じかやってみる。やばい、ブラシにつけたらなくなった。少なすぎたかな。ブラシでやってみるね。でもなんかブラシで塗るのいいっていうよね。あ、すごい、めっちゃいい匂いする、このファンデーション。とりあえず半分だけ塗ってみてる。結構今ね、ニキアビアートとか赤みが結構出てるから分かりやすいかな。どう？もう一回。あ、ちょっと出しすぎた？すごいわ、ブラシってこういうことなんだ。結構伸びるね、ブラシでやると。うん、いい感じ。カバー力もすごいね。うん、こんな感じです。このファンデーションね、SPF 入ってました。SPF30 の PA++ だから、ちゃんと日焼け止め効果もありますね。から夏にやっぱりいいですね。で、そしたら、お粉を塗ります。このミラノコレクション。お粉は本当にすごいです。この粒子がめっちゃ細かいからさ、本当に
すごいよ。なんか綺麗になる毛穴とか。メイクさんが使っててね、ずっと欲しいなと思ってたの。それをね、アットコスメ行ったらあったから買って買いました。はい、では次ちょっとね、眉毛はもうすでに描いてたんだけど、もう一回描き足します。はい、で、アイシャドウはこちらを使います。嬉しい、めっちゃピンクになりました。ピンちゃん、はい、ペンちゃんも足元にずっといました。と言いながらね、じゃんじゃらん。なんかよくさ、まつげ、自まつげですかって質問をいただくんだけど、自まつげです。 1,2 年前ぐらいまではずっとまつげくしてたんだけど、もうやめて、最近はずっと自まつげで、なんかあのまつげ美容液とか塗ってはいますね。そしたらちょっと伸びた気がします。あとなんかまつげ美容液何使ってるっていう質問ももらうんだけど、なんかね、ほんと人によってその美容、まつげ美容液って合う合わないがあるのかなって私は思ったのね。いろんなのも使ってみて、なんかある人はこれがいいって言うけど、ある人はこれがいいって言うし、まあどのものも全部そうなんだけど、その色素沈着するかしないかっていうの結構大きいと思うんですよ。でそれ気にする人も多いと思うし、私も気にしてて、でもそれってほんと人によって、なんかある人は例えば A のものを使ってても色素沈着しなかったけど、ある人はその同じ A のものを使っても下色素沈着しちゃうみたいな人もいたりとかして、で私もね、ネットでね、これは色素沈着しないですよってすごい書いてあったのを使ってみたけど、下火とかもしたのね。だからやっぱ人によって体質とかもあるのかな、肌の質とかもあると思うし、まあ、つきやすいつきにくいもあると思うしと思う。そうだからなんか一概にこれは色沈しないですっていうのはなんか難しいのかなと思ってて、だからちょっとね、値段も張ったりもするし、まつげ美容液ってでもほんとピンキリではあるんだけど、うん、だからいろんなものを試してみて合うものを選ぶっていうのはいいんじゃないかなと思いました。だから申し訳ないんだけど、ちょっといろいろ自分で試してみてって思う。なんかさ、化粧品とかだとさ、これは結構例えばツヤ感出ますよとかさ、マットですよとかさ、取れにくいですよとかさ、なんかわかんないけどあるじゃん、発色いいですよとか、そういうのって多分あんまりその個人差はないのかなって、感じ方だけの問題だからかなとは思うんだけど、おすすめしやすいんだけど、ちょっと色素沈着するってなるとさ、結構ね、あれじゃん、大事なことに関わってくるから。はい、次はチーク。これはザラビューティーのチークです。これもいただいたんだけど、すごいね、これが使えて。私はこの2色をいつも混ぜてて使うんだけど、発色がねすごいの。ちょっとつけるだけですごいつくから、もうむしろちょっと注意しながらつけなきゃいけないぐらいなんだけど、夏とかだとちょっと日に焼けた感じに見えるのかな、ピンクブラウンみたいな感じで、この色最近は気に入って使ってますよ。んで、これだけだとちょっとマットっぽい、んですよ。だからそこにこのヒンスのさ、前にも紹介したこのハイライター、ハイライターと言いつつ、これハイライターじゃない、ハイライターって書いてるね。でも茶色だから茶色っぽくなるんだけど、これをちょっとツヤっぽくつけてつるんとさせて、こんな感じでやってますね最近は。はい、これが私の
最近のチーク術です。で最後にいつも通りハイライトをつけます。ハイライトは鼻のてっぺんとここと、なんか適当につけてる。うん、ここもね、忘れずに。はい、できました。で、口紅でも塗っとこう。これもリンスを塗っときます。はい、できました。リンスはね、 M013 番です。いっぱい種類あるからね。はいはい、これでメイクができました。あとは髪の毛をやって、あ、最後にさ、これも紹介する。じゃん、あ、日が遅れた。アフターメイクアップローションなんだけど、クラランスの、なんかフィックススプレーみたいな感じ。あのマスクとかにつきにくくなる、お、崩れにくくなるスプレーで、これがすごい好きなの。なんかね、各メーカー結構こういうの出してるんだけど、私はね、匂いがすごい好きで、これ春限定だったからもうないかもしんないんだけどさ、通常のおやつはもうちょっと赤いパッケージで匂いもちょっと違うかったんだけど、この春限定のこれがすっごいいい匂いだったの。これ使ってます。で、乾かせればマスクにもつきにくくなるってやつです。はい、では髪の毛をしてきます。はい、準備完了、できました。着替えてきたよ。髪の毛はそんなに巻かずに、ちょっとオイルだけつけました。ペンちゃん、じゃあそろそろ行ってくるね。ペンちゃん行ってきていい？ささ、行ってきていい？寂しい？寂しいよね、ペンちゃんの。待ってて、帰ってくるから。じゃん。行きます。はい、出発しました。およそ300m、客室専用レーンがあります。ご注意ください。はい、注意します。お友達のお見舞いに行く前に差し入れを買いに行こうかなと思います。差し入れっていうか、まあ、ちょっと自分が食べたいものでもあるんだけど、一緒に食べたいなって思う感じ、思うものを買いに行きます。はい、買ってきました。今日朝ごはん食べてないわ。今思い出した。それはお腹すくね。はい、着いたんですけど、ちょっと車の中からモバイルオーダーしようと思います。
アプリで。モバイルオーダー限定の飲み物とかもあって、すごいよね、今。ねえ、それ飲みたいと思ったけど、なんかちょっと今気分的に違うかも。って思ったから普通のやつ頼みます。はい。じゃあ、取りに行ってきまーす。はい。届きましたー。じゃん。超すぐ。もう、超すぐだった。すごい便利かも、これ。お店で待たなくていいし。なんか、モバイルオーダー限定でチャイチョコレートフラペチーノっていうのがあってめっちゃ美味しそうだった。さあ向かいましょう。え、リモコンさん、リモコン3本ちょっといいですか？全然いいです。撮ります、撮ります。すみません、ちょっと何でも撮ります。今ちょっと、見えてますか皆さん。かわいそう。皆さん、笑い事じゃないんだけどさ。いやいや、笑ってください。ちょっと、大丈夫。いや、ちょっとこのエアコンの音うるさいかなと思って。ああ、いや、大丈夫。暑くない？あ、ありがとう。アミさんってあれ、暑がり寒がり？いや、寒がり。あ、そう。うん。寒がりなんだけど、服はちょっと薄着したがり。風量ちょっとマジやばいね。やばいですよ。私、まあこれバレーボールで怪我しちゃったんですけど、うん、バレーボール小学校からやってきて、うん、本当に一回も怪我をしたことなかったんですよ、ほとんど、うん、今更今更ですよ。確かに本気でやってる時はしなかったのに、うん、ちょっと遊びでやったらなっちゃったみたいな。あ、そうだよね。ちょっとだから本当に気をつけてくださいね皆さん。本当にその大人になってから、うん、その今までやってたスポーツをまたやってみるかみたいな軽い気持ちでやるのはダメ、うん、本当にね、ちゃんと準備運動も、うん、まあ、したんだけどね、したんだけど、だからやっぱもうちょっとやっぱ覚悟を持ってやらなきゃいけなかったのかなってちょっと思った。過信してんのよね、やっぱいつまでも動けるって。かわいそうに。じゃあそんな手に、はい、差し入れです。ありがとうございます。チキン大好き。私が食べたかったものとはチキンです。大好き。オリーブチキン。これオリーブチキン、これもペイのさ YouTube 見て、え、食べたいと思ってたの、ずっと。でこうさ、ぐちゃぐちゃになっちゃったの。これ車で、え、サラダ。これもチキンなの。チキン三昧です、今日は。まずチキン食べたい。え、食べたことないのチキン。これは、はい、オリーブチキンの1本ずつと、これ骨付き、あとクリスピー。骨付き、骨付きと骨なし。骨付き食べたことない。あ、そうなの。うん、骨付き食べよう。いただきます。そう、そう、ポテト。はい、ではいただきます。いただきます。何それ、骨付き。うまい。うん、私骨なし。全然違う、骨なしと。そうなんだ。うん、うん、いい音。おいしい。サクサクいってる。やっぱ骨付きの方がもう肉、肉を、うん、食べてる感がある。うん、美味しい。音鳴るかな。鳴ってたよ。いや。うん。いや、もっと角っぽいよ多分。こっちじゃない、その逆側、逆サイド。うん。てか美味しくない？美味しいよ。なんかさ、でも何本でもいけるよね。軽いよね。何本でもいける。うん。普通に美味しい。この辺だよ。この辺。音。ここはここ。あ、あ、これね。うん。あ、でもこの辺か。いくよ。一口目すごかったけどね。ね、いきます。むずい。なんでそんな噛むところが悪いの。でも、うん、ほら。聞こえてないか。不思議。
美味しいな。ロナちゃん、美味しい。上手。上手だった。うまいです。これ美味しいわ。こっちは美味しい。鳴ってる。あ、でも鳴ってるよ。鳴ってる？うん、うまっ。なんかちょっとスパイシーらしいよ、そっち。え、だよね。うん、味が違うらしい。だよね。ん？と思った。これ忘れてた。はい。ありがとうございます。これさ、アイスなのにその箱なんだ。なったね。あ、なったんだ。うん、そっかそっか。なったね。そうだった。お店で、あれ？これアイス頼んだんですけどって一瞬言っちゃったもん。みんな言ってると思うよ。最初慣れなくて。だよね。うん。私もだって、うん、この間アイスティー頼んでこれ来たの。うん。え？アイス？と思って。ね、触ったら冷たかった。そうなの。しかも氷の音するから。確かに。でも環境にいいならいいよね。うん、うめ。うまい。っていうか取らなくていいの。もう私いいよ。ありがとう。帰ってきました。帰ってきて部屋着に着替えました。怪我をしてしまったお友達とはペイのことでした。まあなんか元気そうだったし、はい、会いに行って嬉しそうにしてくれてたのでよかったなと思います。あれ、ペイちゃんここいるんですか？ちょっと置いてもらえますか？今日届いた荷物、展示会のおやつをちょっと紹介したいなと思います。思ったより結構ありました。じゃん、リトルサニーバイトのトップスです。こんな感じ、わかる？かわいい。この柄がさ、なんかかわいいんだよ。見えるかな。まあちょっとどっかでまたYouTube かインスタかなんかで来て見せたいと思います。はい、次、じゃん、これはスナイデルなんだ。はい、ブラウスなのかな、襟ブラウスっていうのがなんだろう。タンクトップなんだけど襟がかわいい。タンクトップです。こんな感じ。やっぱ白いブラウスみたいなの大好きだね。はい、次は、あ、またリトルサニーバイトです。パンツです。この、紫色のパンツ。じゃん。ボボボボボン。パン。こんな感じです。結構しっかりした生地で、なんかね、硬いかな。でも、もちろんちゃんとストレッチも効いてて、足先が割れてる。あとポッケもついてます。ここがチャックになってるから多分履きやすい。ピタッとするのかな。嬉しい。こういうね、なんか色好き。かわいいよね。はい、色がいいなと思ってオーダーしました。次はミラ応援ですね。ミラ応援の麦わら帽子、ストローハットっていうのかな。最近はかぶってみる。じゃん、あ、やだ。はい、こんな感じです。ペンちゃん、どうですか、似合いますか。全容がわかんない。暗いね、ここ暗いです。なんかまだね、いつ行けるかわかんないけど、旅行とか行けるようになったら、これさ、くしゃってなるからさ、スーツケースにもパッて入れられそうだし、いいなと思って。はい。ストローハット毎年買うからなんか、どんどん増えていくな。やめて、ペンちゃん、これ、爪引っかかってさ、ビヨンってなっちゃうから。はい、じゃあ次、じゃん。これは、ジェラートピケの、なんか、ポーチです。
なんか旅行とかにの時に化粧品入れたりとか、まあ下着入れたりとかもできるし、こうなんか中身も可愛かったから使いやすそうだなと思って渡した。あとこれさ、あのビニール防水系撥水するから、これもなんかいいなと思って。プールとかでも使えそうじゃん。うん、ポッケがいっぱいある。あと大好きなチェリーだとか買いました。じゃあラストでーす。ラストはポン靴、リリーブラウンでーす。あー、この靴か、かわいいサンダルをお出しました。ゼブラっぽい柄なのかな、ゼブラっぽいスケッター柄で、もうヒールはほぼないです。ヒールほぼなしのこんな感じ。かかとで引っかかるタイプだから脱ぎにくそうだし、可愛いなと思って夏っぽいから渡しました。はい、こんな感じでした。はい、今日は Vlog を撮ってみました。いかがだったでしょうか。なんかで、ね、これからもっとこういう Vlog、 なんか一日の流れみたいなのを撮っていきたいなと思ってるんだけど、皆さんは見たいかな、どうなんだろう。ね、もういつもコメントとか、あのグッドボタンとかも本当にいただいてありがとうございます。もっとこういうの見たいとかあったら教えてもらえたら嬉しいなと思いますね。ペンちゃん、ペンちゃんももっと見たいって言ってくれてる人もいるんだよ。今度ペンちゃん Vlog する、ペンちゃんの一日みたいな。ずっと寝てばっかりだから、ペンちゃんずっと寝てるもんね。でもお気に入りの場所いっぱいあるもんね。それ教えてあげようか、今度ね。はい、お家の中でもあるね。はい、こんな感じで今日は終わりたいと思います。ご覧いただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、ペンちゃんバイバイ。最後激しいね、ペンちゃん。